はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。これって流れてるかな。あ、流れてる。大丈夫だ。適当に石もね、橋を架けたい、あの線路を架けたいので、焼き石のハーフを多分使っていくので、焼いておきましょう。まあこれ帰ればいっぱいあるんですけどね、焼けたやつが。まあここで準備できるものはしていこうかなと思います。なんかピーってきた。はい、前回そのゲームの前情報の話みたいな話を、話をしたんですが、ちょっとまたね、続きというか、まあ大体喋りたいことは喋れたと思うんですけど、みんながみんな思っていることを集合させると、マイナスばっかりが見えてしまうんじゃないかなというところが、ちょっと悲しいというか、もったいないかなって思うっていう話をしたんですけど、これ引き続き撮ってるんでね、あのこれ聞きたくないってコメントもし来てたとしてもごめんなさい。あのパート続いて同じ話していますが、そう、出る前にね、前情報っていうのがね、本当になんだろう、うまく機能すればね、とってもいいゲームになると思うんですよね。とってもいいゲームというか、いいゲーム体験ができると思うんですよね。例えばですけど、なんだろう、まあこれね、うまい会社、下手な会社あるんですけど、ゲームが好きな方、まあこのチャンネルに来ていただいてる方はゲームが好きな方がね、多いと思うので伝わると思うんですけど、例えば E3 っていう世界最大の、ゲーム祭りみたいなのがあるんですよ。祭りというか、そのこのゲーム作ってますとか、デベロッパーとかがね、パブリッシャーとかがこんなゲーム今開発してますって初めて発表とかされて、うおーみたいな。で、2年後の春とか、1年後のいつとかね、2015とか2017とか、もう年号だけね出して、ですっごいテンション上がるんですよ。日本でもね放送してくれるので、僕は毎年必ず見たりしますね。で、この前というか、今年じゃないね、2014年東京ゲームショウっていうのがありました。東京ゲームショウね、初めて去年行ったんですよね。で、すっごい楽しくてね、まあ一般公開日に行ったので混んでて大変だったんですけど、おっとキーボードがちょっとね、ビジネスデーにもしかしたら行けるかもしれない状態だったんですけど、ちょっとビビってね断ってしまって、行けばよかった。なんだろう、まあそれもね、 E3 も東京ゲームショウとかも全部前情報の、まあこれから出ますとかね、そういう話なんですよ。で、そういうのってすごく楽しくて、これからこれが出ますみたいな発表だ、発表会ですよね。アップルの発表会、 WWDC D だっけ、あのアップルの発表会があったりするんですよ。だからカンファレンスみたいなねものっていうのが、どの企業にもどのジャンルにもあって、アップルもねかなり有名ですよね。そのキーノート発表会っていうのはすごく有名で、そのこの製品、今回は iPhone なんちゃらが出ます、うおーみたいな、そういうのって楽しいんですよ。やっぱり何かが出る、これからこんなの作りますっていうものっていうか、そういうのって発表とかね、これから何かが生まれますっていう発表って楽しいことなんですよ。やっぱりどっちかって言ったらね、悲しいよりは楽しい方に発展していくと思うんです。だ、なんだろう、本来情報が出てくるっていうのは、なるべくね、まあ一概には言えないですけど、楽しいもの楽しいものに
なっていた方が楽しいというか不幸にはならないと思うんです。まあ物にもよりますけどね。このゲームフルプライス取るけどスタミナ制ですみたいな前情報なんか出たらちょっとね、おやってなるかもしれない。でもそれってなんだろう、10人が10人おやってなるような仕組みだとしたらそれはあんまり嬉しくない情報かもしれないですけど、で10人が10人おやって思ったのも間違いじゃない。これ前回から言ってますけど、人が感じたことに間違いはありませんから。でも結局名前出ちゃうけど、奇妙なね、ジョジョのスタミナフルプライス取ったけどスタミナ制みたいな話っていうのも、あれある特定の、僕やったことないのでこれはもう批判でも何批評の話ではなくなるんですけど、なんか全てのゲームモードでスタミナでゲームができなくなるっていうわけではないんですよね確か。なんか練習モードとか、まあそれはそこの話はね、練習モードできるからいいじゃんって話ではないと思うんですけど、なんか一見ね全てのモードができないように感じるんですけど、そのスタミナを消費するモードがあるみたいな話を聞いて、あ、じゃあなんだろう、スタミナが切れてるときはまあ変な話そっちをやればいいのかって、まあ買ってね、まあ今週末にそのスタミナ制でフルプライス取るのはまあ僕はあんま好きじゃないので、ここの話は難しいんですけど、まあ前情報が買う買わないになる、まあその話なんだよね、したいのは。このゲーム面白そうだなって思ったら、これツイッターでも言ったんですけど、このゲーム面白そう、このゲームやりたいって思ったら基本的にはねもう調べなくていいと思うんですよ。面白そうって思ったんならもうそれでいいじゃないって思うんですよ。ただまあそっから趣味が、おお足速えなあいつびっくりした、あんなキビキビ歩くのあいつびっくりした。そうごめんなさいね大声出して。なんか前情報っていうのは集めれば集めるだけ、その公式から集めるのはいいんですけど、あんまり不特定多数がたくさんで書けるような場所のを見てしまうと、場合によっては熱量が、場合によってはですよ、場合によっては熱量が冷めてしまうパターンもあると。僕も危なかったですね、レジェンドオブレガシー買おうと思って、いろいろツイッターでね、その買おうと思ってギリギリまで悩んで、当日悩んでたんですよ。当日まで悩んでて、でなんで買わないかっていうのは、純粋に RPG 飽きちゃわないかなっていう自分の癖ね、癖をちょっと不安に思って考えてたんですけど、どうだろうと思ってツイッターでもう買った人いるかなと思って、ツイッターで検索できるんですよね、そのワードを入れると。で検索してると、今日レジェンドオブレガシーの発売日かって、まあねえなみたいな話とかがね、まあねえなっていうのも、その人はまあねえなって思ったっていうのは全然間違いじゃないんですよ。その人の意見っていうのは、その人が面白くなさそうとか、その人が調べた情報とかもあると思うんです。それを踏まえてこのゲームはないって思ったんでしょうね。ただこれから買おうとしている僕にとっては、そうねえなっていう発言っていうのはあんまり気持ちいいもんじゃないですよね。買おうか迷ってる、そんなところでまあねえなと言われると、ん、ちょっとねえのかこのゲームって思っちゃうかもしれないじゃないですか。なのでそのなんだろう、批判が良くないとかじゃないですよ、これはもう前回からずっと言ってますけど、批判が良くないのではなくて、他の人の意見を取り入れてしまうと、その場合によっては熱量がね、まあ現にそのねえなっていう発言を見てちょっとイラじゃないですけど、なんでねえのかよ、なんでねえのみたいなまあそれには理由も書かれてなかったので、
分かんなかったんですけど、とかね、その調べちゃいけないとかじゃないんですよ。前情報をね得るのも、こんだけねレビューも上がって、まあ僕もレビューチャンネルなんてやっちゃってますから。でもレビューチャンネルっていうのは基本的に出た商品とかものを使ってみてこんなんですわっていう話をして、悪いものなんてね紹介したってしょうがないので、てか紹介できないじゃないですか。いいところを無理やり引き出して言うなんてなかなか難しくて、その前情報っていうところにすごく我々はこんだけね簡単に得られる時代になってしまってるので、すごくこう一人一人が気を使っていかなきゃいけない時代になってしまったんだなと思うんですよね。難しいんだよね。なんか誰が悪いとかそんな何にもないんですよ、この話には。俺はこのゲームねえわとかね、私はこのゲーム向いてないわとかね、もう全員合ってるんですよ。正解なんです。君には合わないんだねっていうのが嘘じゃないですから。ただそういうものが乱立しているものを見たときに、そのゲームがその魅力がないものに見えてしまうパターンっていうのが非常に危険というか、面白いゲームを殺してしまうんじゃないかなというような気がして、ちょっとねシビアに考えなきゃいけないんだなって思います。だから前情報を見るのが好きな方もたくさんいると思いますし、まあ、僕も割と探しますよ情報っていうかね、あの公式が作ってるトレーラーとかを見るのが好きなんで、そういうのは漁って見たりしますけど、あんまりねこう出る前に各々が判断した意見で述べられている場所っていうのを見てしまうと、うん、そのゲームの良し悪しっていうよりは自分がそのゲームに対しての熱量ですよね。さっきも言いましたけど、うわやりてー、これ超やりてーって待ってたんだよなーって思ってる時に、うわクソゲー来たわーとか言われたら、やっぱりちょっとね悲しい気持ちになるじゃないですか。俺は楽しみにしてるんだけどなっていうところで、人によってはね、人によっては別にそれって問題ないかもしれないんですよ。なんだよこいつは面白くねえと思ってんだって、まあ俺はやるけどなっていうモチベーションのね、高いモチベーションというかポジティブに考えられる人、人の意見なんてどうでもいい、だからそれはいいパターンなんですよね。ただやっぱり周りの声を聞いて決めたくなっちゃう、決めたくなっちゃうっていうよりは、その周りの声を聞いてクソゲークソゲー言われてると、あこれ面白くないのかな、ちょっと怖いなってなって、じゃあ1週間後かな、様子見かなとかなると、ちょっともったいない気がするんですよね。やりたいと思って、やりたいと思ってからやるまでもちょっとゲーム体験の一つだと思うんですよ。うわこれあれか、来年の春に出んのか、超楽しみなんですけどっていうとこからもう始まってるじゃないですか、ゲームってっていう話もしたいな。これは次かな。この話ね、自分がどこからゲームが始まってるかの話もしたいな。これは次回かな。とりあえず14分間喋りました。まあまとめると、前回とね、今回のことをまとめると、その前情報の集合体っていうのは、時に自分のゲーム、その気になっているゲームの熱量を下げてしまう。現に僕がそう感じたんです。なので今回はその話をしてみました。ただその情報っていうのは決して間違ってなくて、その人々が思ったことが書かれている。でそれをこう見て判断するのは自分ですから、うまくね情報をピックアップなりしてね、まあ見えてしまうのが良くないパターンね、その純粋になんか叩いてるみたいな、純粋にっていうか、はいクソゲみたいなね、はいクソゲみたいな、すっげえ、もうそれだけっすかみたいな、なんかここがこうこうこうだから、このシステム的には良くないんじゃないかって細かく書かれていれば、まだこう、あ
こういうシステムで来るのか、じゃあ俺もこれ好みじゃないなっていうのが分かるかもしれないんですけど、それはいい情報かもしれない。ただはい来ました、ここの会社から出ます、はいクソゲみたいな、はい課金ゲみたいなね言い方をしちゃうと、言い方をされているものを目にしてしまうと、やっぱりその気になっているゲームに対してネガティブな発言をされているっていうのが目に入ってくると、ちょっと熱量がね変わってくるんじゃないかなと思って、結構ねずっと前から思ってるんですけど、今回ちょっと喋って自分の中でまとめてみようかなと思って喋りました。この前回と今回の動画、多分僕は割と気に入った回になるんじゃないかな、こういう話するの好きなんでね。じゃあ次回はちょっとその自分がするゲーム体験の話をしていこうかな、ワクワクね、待ってる時のワクワク感みたいな話をしたいと思いますので、ぜひ皆さんもなんかこうゲームする時にどんなことを思ってる、どんなことを思ってるというか、発売日前のゲームとかね、どんなゲームが好きかでもいいですけど、なんかいろいろご意見あったらお聞かせいただけるとありがたいです。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。